はい、どうも、こんにちは。危険チャンネルです。はい、今回も、危険のお得情報をやっていきたいと思います。画面では、グーシムセラーの、OCN モバイルワンのね、新年度開幕直前スマホ市の方やってますけど、これだけじゃなくて、いろいろなものにも、使えるお得な、情報を今回はお送りしたいと思います。はい、じゃあということで、一応ちょっとだけおさらいしますね。というか今の現状ですけど、このスマホ市ね、3月28日までってなってるんですけど、もうね、もう僕の動画の影響も多少あるでしょう。 僕の動画の影響だけじゃないけど、僕も、何台かは、何台、何十台、何十台かは貢献してると思いますけど、まあ見てください。もうね、もう品切れ、品切れ、品切れ。はい。ここは？ここの3台はある。この3台はあるけど、はい、ここは？はい、品切れ、品切れ、品切れ。ああ、ファーウェイノバスリ買おうかなと思ったんだけど、売り切れちゃった。はい。ね、メイト20プロも欲しかったね。はい、それから、ここは？品切れ。こっち P20 ライトと Zenfone 5はあります。で、iPhone SE も品切れということで、まあもうね、もう現状でね、もうかなり売れちゃってますんで、もう、あと僕ほとんど言うことはない。 これまでの動画を見て、まあ僕のおすすめは P20 ライトと Nova Lite 3ですけど、まあその2機種を、まあお得にね、買ってね、まあ今新年度開幕直前ってことで、まあ3月4月、これから新しい年度に向かって新しいことを始めるにあたってね、まあスマホも新しくして、まあ楽しいガジェットライフなりね、楽しい生活を送るっていうのもいいんじゃないかなと思って、僕は思っておりますんで、皆さん本当、ちょっと気になる機種があれば、もう早めにというか、もう多分もうあと数日でなくなると思いますので、よろしくお願いしますね。はい。じゃあちょっと、これに関連してですけど、僕の YouTube の方にコメント来てますんで、よいしょ。2つほど紹介します。はい。まずは、ここの、あ、これだった。はい。ラウラ・ボーデ・ビッヒさん。はい。これね。このコメントなんですけど、ここにあるんだけど、P20 ライト届きました。はず Android なのでしばらくいじってみたいと思いますってことで、あー、よかったねということで、届いた方いらっしゃいますよね。なんか僕の動画のコメントに、まだ届かないんですよっていう方が数名いらっしゃって、あー、いつなのかな、僕もいつなのかなと思いましたけど、一応ね、1名の方届きましたんで、他の方も、まあ、気長に待つというか、もうあとちょっとだと思いますんでね、まあ、もう少しね、待ってましょうということで、よろしくお願いします。はい。で、それからもう一つ、これは、もう一つのコメントを紹介します。あ、こっちじゃないわ。こっちじゃなくて、で、どれだっけ？これだ。これの広告、これをちょっと一回、はい、よいしょ、スキップしまして、で、これ一回ちょっと止めますけど、ここのね、僕のチャンネルの動画にコメントで、はい、今回のお得情報、これですね。はい。コメント、ミーマさん。はい。1日前ですけど、コメント失礼します。ね。イケケンさんの動画参考にして、価格 .com で買おうと思ったんですが、今日から LINEPay のキャンペーンで20%還元、カッコカードでも始まったので、それを使えばさらにお得になるのでは？最大5000円還元なので、ノバスリ買ったらほぼ、実質？あ、間違えた。こうだ。
実質ほぼ実質1万5000円になるのではということでね、一応おじいのところにもコメントしましたということでね、おじいも動画出して、いらっしゃったけど、まあ今回の、お話はね、この LINE Pay っていうやつですね、これのお話ししたいと思います。うん、で僕がよいしょこの動画に対してね、この動画に対してこれね、それはすごいですねってことで、僕もちょっと調べてみますね。このお得シリーズ連発したのでしばらく控えようと思っていましたが、まだまだお得な買い方がありそうですねということで、こういう感じで、やっております。でこの方はちなみに自分は音声セットは面倒だったので、弓デチの公式から F1 プレイ買っちゃいましたということでね、2万5000円だったから20% ね、還元で、まあ、実質2万で買えますということで、そういう情報もありますと。はい。じゃあ、ということで、じゃあ、LINE Pay ってなんだよって話で、LINE Pay ってなんだって僕も検索してみたんですよ。そしたらですね、LINE Pay の、これか。LINE Pay って、LINE Pay、LINE の、ホームページですけど、LINE Pay って何かなと思ったら、まあ、LINE Pay とは LINE でお金もやり取りできるスマホのお財布サービスね、ってことですね。はい。で、LINE Pay って何かなって、言うと、これが、チャージすると加盟店で買い物や LINE の友達への送金や割り勘ができますっていうことね。はい。それから、これね、規約に同意するだけで簡単登録ってことで、これね、すごい簡単に登録できるんですよ。特にね、LINE してる人なんか一瞬で終わります。僕も、もうね、登録済みなんですけども、一瞬で終わります。はい。そして、ウォレットレスで支払いってことで、一応ね、この残高に、その事前にアカウント残高をチャージして、加盟店でスピーディーな支払いが可能っていうことができるんですね。まあ、チャージの仕方とか決済とか、まあ、いろいろあるんですけど、あとね、これ、口座番号いらずで手数料無料で、送金割り勘もできると、うん。というやり方もあるし、あとこれ、LINE Pay は国際的な、ね、セキュリティ認証に取得してるってことで、一応、セキュリティも、の面でも大丈夫っていうかね、安全っていうか、だというふうに、話が出てます。はい。じゃあ、ちょっとね、今ね、その LINE Pay の、LINE Pay はそういうお話なんですけど、LINE Pay のさっき言ってたね、その特裁、うん、LINE Pay の最新キャンペーンの春の超ペイ特祭り、20% 還元&もらえるくじとサービスの特徴っていうね、ちょうど僕ね、いろいろ検索したら、この方の、ブログが、めっちゃわかりやすかったのでちょっと使わせていただきます。はい。ね、この方ね、これこのバリュー投資とバリューライフっていうこのブログなんですけど、うん、でまあプロこのゆきさんっていう方ですね、ハンドルネームね、一応ちなみにこの動画このねブログの説明わかりやすかったから、一応念のためにこの本人の方に、LINE で DM を、LINE じゃない、DM を送りまして、うん、一応、了承を得ましたので、はい。ということで、普通に使っていきますので、よろしくお願いしますね。はい。で、リンク貼っておきますんで、これ僕、これから、これの内容をある程度話しますけども、もっと細かく知りたい方は、リンクから、概要欄にリンク貼っておきますんで、そのままね、中見てみて、それでご自身でちょっと判断してみてくださいというか、本当ね、今ね、LINE Pay の、ことを、ま、検索するとすごい情報出てきたんでね、いろいろありますので、いろんな人のブログなりね、動画なり見ると、すごく参考になると思います。はい。ということでね、どうしようかな。LINE Pay とはっていうことの話をこのまま続けていくけど、もうすでに9分40秒経ってるから、じゃあ一旦切って、
この LINEPay だけの話を、LINEPay、じゃあ LINEPay スタートしますっていう話でいきたいと思いますんで、この動画はちょっと今回はこれで、以上にして、そのまますぐ、今日僕この動画アップした後に、すぐ動画撮りますんで、そのまま LINEPay だけの、検索に引っかかりやすいようにってことなんですけど、LINEPay だけのね、動画すぐ出しますんで、よろしくお願いしますね。はい。ってことで、この動画参考になりましたら、よかったら、チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。で、この続きの動画すぐ撮って、すぐアップしますので、その、今日中にアップしますので、よかったらその続きも合わせてみてくださいということで、イケケンでした。ではまた。